本項目は、アメリカ海軍のフリゲート、艦首番号 FFFG f, f の一覧である。1975年6月30日の艦首改編で護衛駆逐艦がフリゲートに艦首変更された。オリバー・ハザード・ペリー級は徐々に退役し、その後継として、遠海域戦闘艦が配備予定である。ブネ時代のフリゲートに関しては、 アメリカ海軍搬送フリゲート一覧を参照のこと。紹戒フリゲートに関しては、アメリカ海軍紹戒艇一覧を参照のこと。1963年に2隻が、収益1964年から1968年に、かけて10隻が収益ノックスクラス1969年から1974年に、かけて46隻が、 収益1965年に収益 USS、タルボット1966年から1968年に、かけて6隻が収益 USS、シンプソン1977年から1989年に、かけて51隻が、収益2020年4月30日、アメリカ海軍は、イタリアの防衛作業企業フィンカンティエリが提案した、フレムを、磁気フリゲート、 FFG プログラムに採用すると発表した。ただし、アメリカ造船企業とパートナーシップを結ぶ必要があることから、イタリアの造船所で建造できないため、実際には、ウィスコンシン州に拠点を置くフィンカティエリ参加の造船企業マリネットマリンで建造される。ありがとうございます。